バートラム・メリル・ホフマイスターークル・ CBE、CBE、ダコバーは、カナダの軍人、実業家、自然保護活動家。軍人としての最終階級は少々。第5カナダ師団所属の M4 抽選車、バンクーバー号に登場する、ホフマイスター少将1907年、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーにて生を受ける。カナディアンホワイトパイン社に就職し、販売部長として働く。 1927年、カナダ陸軍の予備役部隊である非常勤民兵隊に入隊する。1934年には隊員に昇進。1939年には少佐に昇進するとともに、ザシーホースハイランダーズ・オブ、カナダ連隊所属の中隊長としてイギリスに派遣される。その後、オンタリオ州キングストンのカナダ王立軍事大学で士官教育を受ける。 1942年、中佐に昇進。1943年、シチリア侵攻に参加して、DSO を受賞。1943年10月、準庄に昇進するとともに、第2カナダ不評旅団長に任命され、イタリア本土戦線に従軍。1944年3月、少将に昇進するとともに、第5カナダ市団長に任命される。 ヨーロッパにおける終戦の後には、第6カナダ不評師団長として、太平洋戦線に派遣されたが、原爆投下を経て、日本の降伏が確実となったため、間もなくして、同志団は解散している。1945年9月退役。同年、ホフマイスターは、ンフ・オラニエナッサウ勲章グランドオフィサー級、バス勲章コンパニオン級、大英帝国勲章コマンダー級を受章。 1947年、レジオン・オブ・メリット・勲章コマンダー級を受賞。1949年、ホフマイスターはマクミラン・ブローデル社の社長に就任し、1956年から1958年までは会長を務めた。1958年から1961年にかけてブリティッシュ・コロンビア州の総代理官としてロンドンに派遣される。 1961年から1968年までは、ブリティッシュコロンビア州林業評議会の議長を務める。1971年から1991年まで、国土保全を目的とする非営利団体ネイチャートラスト、オブブリティッシュコロンビアの議長を務める。1982年にはカナダ勲章オフィサー級を受賞している。1999年死去。 ありがとうございます。